日立多賀駅は、茨城県日立下賀町一丁目にある、東日本旅客鉄道、日本貨物鉄道上番線の駅である。事務官高度は42万1二2 1特急、日立、時和の一部が停車する。当駅は、日立市南部に位置し、市多賀地区の中心市街地、河原の湖海水浴場の最寄り駅である。当駅は、1897年2月に、 下孫駅として、開業、1939年10月に現駅名となり、駅名解消は、前年の1938年4月、河原の小町、鮎川村、国部村が合併し、多賀町が誕生したことによる。二面三線のホームを持つ、地上駅である。日立駅管理の JR 東日本。 ステーションサービス住宅の業務委託駅で緑の窓口2005年11月から発車メロディに地元出身の作曲家吉田忠の楽曲を使用している。現在は専用線発着の臨時車扱い貨物のみを取り扱っており定期貨物列車の発着はない。しかし本線東側に沿って北上市日立製作所国部工場へ至る専用線があり、 稀にそこから変圧器を輸送する特大貨物輸送列車が運行されている。かつては蒸気の専用線を使用した有害者による貨物輸送が行われていたほか、駅舎の東側に貨物ホームが設置されていた。これらは1984年に全廃されている。かつて貨物ホームがあったスペースを利用して、駅の東側と西側に有料駐車場が併設されている。 当駅で上野駅または仙台駅より先まで特急で往復する乗車券類を購入するとこの駐車場が無料で利用できる。通常の駐車場としても利用可能で料金は1日あたり最大500円。改札時の手続きは不要のため JR を利用しない場合でも駐車可能。2017年10月31日をもって無料化は終了した。 JR 東日本によると、2019年度の1日平均乗車人員は6,653人で、ある。近年の推移は、以下の通り。日立多賀駅発着の路線バスは、茨城交通が運行。東京駅行き高速バスは、JR バス関東、茨城交通が運行。下孫停車場記念日開通翌年の明治31年に、駅前に混流された。 記念碑で、野口宇城のおじで、政治家だった野口勝一が宣文している。当時は、鉄道不設について、地元住民の理解が得られず反対に合うことが多かったが、下馬駅は、地元有志が寄付するなど尽力したことが記されている。岩き線の開通記念碑は、水戸駅、岩き駅にもあったが、昔のまま残っているのは、この記念碑のみとなっている。注釈出店。 ありがとうございます。